デビザ・フケンバッハーシュテーレは、ドイツ、バイエルン州、トラウンシュタイン出身のクロスカントリースキー選手。1998年の、ノルディックスキージュニア世界選手権に初出場、5km4 位、15km10 位の成績を残した。1998年12月27日に、クロスカントリースキーワールドカップにデビューし、スプリント14位。 1999年ジュニア世界選手権では5キロメートル4位、1 5トルで銅メダルを獲得した。続く1999年、ノルディックスキー世界選手権代表に選ばれ後、平方キロメートル3位、1 5トルパシュート25位、リレーでは銅メダル獲得に貢献した。2000年のジュニア世界選手権では5キロメートル銅メダル、1 5トルでは、 金メダルと大活躍した。2001年12月27日に行われた個人スプリントでワールドカップ初勝利、年が明けた2月のソルトレークシティオリンピックでは個人スプリント銀 4X5km リレーで金メダルを獲得した。2003年のレディックスキー世界選手権では 4X5km リレーで金メダル、2X5km パシュート銀メダル。 個人スプリント5位、30km6 位と活躍。ワールドカップ総合でも、自己最高位の4位となった。2005年ノルディックスキー世界選手権 10km17 位、リレー4位、この年7月にアルペンスキー選手のヨハネスシテーレと結婚した。2006年トリノオリンピックではリレーで、銀メダル、チームスプリント5位、キロメートル十三位、十平方キロメートル零位、 このシーズン、ワールドカップ総合で、自己最高位体の4位となった。2007年のオルディックスキー世界選手権、札幌大会では、チームスプリントと、リレーで、銀メダルを獲得、パシュート4位、10km6 位、30km10 位。2009年のオルディックスキー世界選手権ではリレーで、またしても、銀メダル、チームスプリント7位、パシュート10位となった。2010年、 バンクーバーオリンピックチームスプリント金メダル、リレー銀メダル、三十キロメートル四位、パシュート十一位、十キロメートル十二位。二千十一年ノルディックスキー世界選手権では、リレー五位、パシュートと三十キロメートルは十三位だった。二千六年トリノオリンピックでは事前に言った、血液検査で規定より高いヘモグロビンチが検出され、国際スキー連盟から五日間の出場停止を、 課せられた。この大会では彼女を含め12人が健康上の理由で5日間の出場停止処分を受けた。ありがとうございます。